河野大臣の下のサイエネタスクフォースの構成員の資料に、ですね中国の国営企業のロゴが入っていたと、あのこれは実はロゴの問題ではなくて、ですね我が国のエネルギー政策に外国の影響が及んでいるのではないかという、ですねエネルギー安全保障、そして経済安全保障、もっと言うと国家安全保障の問題だと認識しております。まだあの決めつけはできませんけれども、ただ、この間、明らかになっていることを考えてもですね、 やはりここは徹底的にです、ね、我が国のこの間の政策決定、とりわけ再エネ推進、特に太陽光の推進に関してです、ね、外国の企業や外国政府の影響が果たしてなかったのかどうか、ここはです、ね、安全保障に関わる極めて重大な問題ですので、政府全体の徹底調査を求めたいと思います、少らくも外国の資料を使ってです、ね、あるいはもう丸々使っているような、そしてそれを明らかにしないような組織や個人がです、ね、なぜこの政府の重要な会議体に入り込んだのかと、それをチェックする術はなかったのか、そもそもチェックする気があったのか。 でそれは役所が選んだのか、政治家のプッシュで入ったのか、こういったところを明らかにする必要があると思うんです、ね、この自然エネルギー財団も関与していますが、まあ、アジアスーパーグリッド構想というのがあって、中国やロシア、モンゴルや、まあ、アジア全体、日本も含めて、ですね一つの送電線網でつなごうと、でそこにまあ通信網も合わせていこうというような構想をやに聞いておりますが、まあ、この自然エネルギー財団のおっしゃっていることを言うと、できるだけ日本は原発はやめろ、で火力もやめろとで、安定的なそういった電源はやめてですね。 そして、時に非常に不安定な自然エネルギーに重点を移していけということなんですが、まあ、仮に電力不足になったときにです、ね、えー、まあ中国やロシアからです、ね、電力をその送電網を使って輸入していくということになると、まあ、エネルギーの中ロ依存というのがです、ね、高まっていくということになりますので、真の意味でのエネルギーの自給体制からはです、ね、程遠いものになってしまうと、生策余奪を握られてしまうということになるので、やはりこれはどういう背景なのかということは、えー、きちんと調べていただく必要があると思いますし。